僕はね、文科省がフリースクールをの存在を認めてしまったということに愕然としてるんですよ。フリースクールをめぐって不登校の大半は親の責任だと発言した東近江市の小倉正清市長、発言について謝罪しましたが撤回はしませんでした。先週市長と面会したフリースクールの関係者が今日会見を開きました。一定の謝罪だと受け止めています。すべての子どもたちの学びということをですね、やっぱ考えていく、一回立ち止まって考えてみようとする機会だったと思います。子どもにとっての学びっていうのは一体何なのかっていうのを改めて考えていきたい。市長に発言の撤回などを求める署名はおよそ3万6000件集まり、今後市長宛に提出するということです。